は感染の再拡大に警戒を強めています。4年前職場で倒れているのが見つかり、その後死亡した三重大学の医師について、残業時間はいわゆる過労死ラインには達していなかったものの、宿直勤務などで十分な休憩や睡眠時間の確保が難しかったとして労災と認定されていたことが分かりました。遺族の代理人を務める弁護士によ